ンの声援をスポーツチームやアスリートに届けるスポーツ特化型ギフティングサービス、それがエンゲート。直接選手にこの応援とかそういう自分の気持ちっていうのが伝わりやすいのかなっていうのもあったりとか、ちょっと気軽にコメント書いたりとか掲示板じゃないですけど、そういった形でも使いやすいし、今回も楽しいイベントを企画していただいて、そういったイベントにも参加できるっていう楽しさもあるし、で応援もしたいっていう気持ちも乗せれるので、すごくいいなと思って。エンゲートは農林水産省の協力のもと、花束を用いた新たな企画をスタート。ファンから選手へ、選手からファンへ、感謝の思いを込めたオリジナルの花束をメッセージとともに送り合うなど、企画の形はチームによって様々に工夫されています。見事ギフティング1位に輝きました竹竹さんです。おめでとうございます。ちょっとでも笑顔になってくれたらいいなっていう思い。まず色は自分がすごい普段から好きな色っていうところで、青色だったり緑色っていうちょっと落ち着くような色がすごく好きではあるんですけど、花ってやっぱり人少しでも笑顔にできる部分もすごい大きなものがあるかなと思ったので、ちょっと参加させてもらいました。まずは本当もらった素直な気持ちは、本当に嬉しい気持ちがありました。メッセージに辛い時こそ笑えっていう、竹竹さんの思いっていうのもすごくお花からすごく伝わったので、すごく嬉しかったです。またスポーツを通して、コロナ禍でダメージを受けているお花業界の方々に少しでもサポートできているってことはすごく嬉しいです。いろんなスポーツで、こういう企画だったりは進んでいければいいなと思いますし、僕たちも全力でサポートしますし、皆さんで頑張っていけたらいいなと思います。ファン、選手、チームとの絆をより深めるこの花束を用いた新しい応援の形は、多くのスポーツチームで話題となり、 SNS 上には参加者たちから数多くの投稿や返信が寄せられるなど、全国的に大きな盛り上がりを見せています。インターネットサービス企業エンゲートは、このような企画を通じて全てのスポーツファン、スポーツチーム、アスリートを支援できるように活動していきます。エンゲートが紡ぐ絆は、スポーツ界だけではなく、科企業界、地方創生に広がり始めています。